建設中の普遍と、運転中の敦賀発電所1号機国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成普遍は、福井県敦賀市明神町にある原子力発電所である。普遍の命名は、仏教の普遍菩薩に由来する。文樹、普遍の由来、文樹。 不言の両菩薩は知恵と慈悲を象徴する菩薩で死子と像に乗っている。それは居住の強大なパワーもこのように制御され人類の幸福に役立つのでなければならない2003年3月29日に運転を終了の後廃炉手続きに入っており、日本原子力研究開発機構原子炉廃止措置研究開発センターによる廃炉作業が行われている。 日本国産の炉形式で新型転換炉と呼ばれ、原型炉段階にある。世界初のプルトニウムを本格的に利用する炉であり、モックス燃料の燃料数も772本と、世界最大である。不原廃炉、計画日本原子力研究開発機構原子炉廃止、措置研究開発センターでは、以下のスケジュールで廃炉の手順を進めており、2033年度に、 解体、撤去の26年間の工程を終了させる予定である。詳細は右のガントチャートを参照。2020年11月13日、秋の行政事業レビューの中で、不原の使用済み核燃料が取り上げられた。使用済み核燃料はフランスに再処理を委託する契約を結んでいたが、再処理後のプルトニウムの扱いや費用総額などが不明瞭だと指摘。 有識者からは、より安全で、コストの低い方策を求めるべきだとの意見が出された。ありがとうございます。